今私の推しているお菓子はこの中にあります。私もです。先週までの推しもこの中にあります。私もです。推しがちょいちょい見つかる24種類。ちなみに私の推しは大丈夫です。ちょうどいいよね。ブルボンプチブルボン。いや、めいちゃん、はい、いや何がびっくりしたっていうだからもうこのセットね、はい、これもうリアルお菓子の国ですよ。いや本当ですよね。私たちが子供の時に憧れたここだけじゃなくてこれ後ろもだからね。全部本物ですからね。そう、これ全部食べるの多分1年かかるからね。いや、ちょうど1年ぐらいじゃない。ちょうど1年ちょうど1年ぐらいじゃない。もっとかかるんじゃないですか。え、そんなかかる。え、だってこれ何個あるんですか。300本。え、嘘でしょ。2000本。6000本。えー、あ、そんなあるんだ。6000本を1年で食べようとするんですよ。でもそんだけ種類があるってことですから。そうですね、ブルモンさんはたくさんあるからたくさん用意できる。そういうことです。ありがとうございます、はい、正直もう大女優の匂いがしましたね。今日1日でそんなことないです。いやいや本当に、どこがいやいや最初の CM の打ち合わせの時、はい、監督がほらちょっとリハーサルちょっと練習しとこうかとかなんとか言ったらめいちゃんがいや本番で、いやこれすげえなと思って。いやいやもう私はそれはもう出川さんが大丈夫だと思ったから。いやいや大丈夫なわけないでしょ俺が。だってもう慣れてらっしゃるじゃないですか。いやいやいや分かるでしょ。テレビ見てたら俺が一発で大丈夫かどうか分かるでしょ。そうめいちゃんの推しポイントは大物感です。監督からの要求、ちょっとははって笑うんじゃなくてふっとにぎらな感じでっていうこう要求をすぐこうお芝居に出せる、もうえ俳優さんじゃないですかって思ったんですけど。あ、監督の要望ですか。すぐ、まあ、俺は常に監督の要望とは別に、はい、あと48通りの芝居考えてます。お、常に監督が何言われてもピピピピピピピ、その48通りの一つをやってるだけで、あと47通りやれって言えばいつでもやりますけれども。すごい、はい、私はもうまだ全然その域に達してないのでちょっと見習います。まあ頑張ってください、はい、私の出川さんの推しポイントは出川さんの俳優魂です。はい、私の推しプチはこの中にはあるんですけど、じゃん、こちらチョコラングド社、紫色のパッケージです、ね、私は甘い系の中でもこのサクサク、そしてちょっとしっとりするような口どけのいいラングド社を選びました。一種類はなかなか難しかったでしょ。難しい、本当に難しかったで。でもあえて私は選びました。私はね、これホワイトチョコランドド社、ホワイトチョコラングド社。お、はい、あのね、これはね、リアルガチなコメントです。これは本当にうまい。やっぱこれホワイトチョコも美味しいし、周りのクッキーがとろけちゃうのよ。そうなんですよ。ぜひ一回食べてもらいたい。ぜひ、ね、絶対後悔させませんから、うん、それがホワイトチョコラングドッシュ。おー、言えましたね、はい、よかった。推しを見つけてください、この中から。24種類の中から。なるほど、確かに女の子なんかでこうやってパーティーみたいなのあったらやっぱそうなるの。絶対もう女子会に持ってこいです。私これ好きとか絶対なるで。やっぱなんかこう持ち寄ってみんなでこうシェアして食べるの絶対いいと思います。出川さん、お誕生日おめでとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。先輩、ありがとうございました。先輩、実は話があって。私ずっと大好きで、そのなんていうか先輩も同じなんじゃないかなって。この気持ち分かってくれますよね。だからお願いします、そのプチください。え、お、はい。先輩ってさ、言ってることコロコロ変わりますよね。
まあいいんですけど、好きにすればいいんじゃないですか。昨日はチョコチップをしてたのに、今日は薄焼きをするんですね。ああ、お